今ちょっと林道をさめおってたらちょっと迷いました。これ何に、これちゃんと残ってはいますね。これいつ崩れてきてもおかしくないね。はい、皆さんこんにちは、スナーです。今日はですね、滋賀県の林道探索に来ています。でですね、今ちょっと山の奥の方に来ました。結構ですね、雪が残っていて、ちょっと荒れているんですけども、このまま引き続き林道探索の方を続けていきたいと思います。ちょっと何かね、あればいいと思うんですけども、はい、じゃあ今日は滋賀県の林道探索をしていきたいと思います。危ねえ、分かれ道だな。なんで書いてある？米原。どっち行けばいいんだこれ。ちょっとバックだね。これを右だ。多分右行ってみよう。これはすごいな、この山の中は。でもちょっとね、あ、でもコンクリートアスファルトだね、下は。けど狭い。なんかあるだな、なんかあるといいけど。わー、綺麗やな、やっぱ。だぞ。お、狭い。落ちる落ちる。でもアスファルトになってるからな、コンクリートか。舗装されてるから。おお、なんだこれ。どっちだこれ。あ、でもこれどう考えても直進だよねこれね。うわ、めっちゃ急。いけるかな。わ、すごい急な勾配だ。おお。お。おお。なんか小屋があるよ。よいしょ。小屋がある。山小屋がある。これはなんか心霊伐採とかに使うんかな。何に使うんだろう。なんかここ道がある。脇道だ。この下は脇道だよ。なんかあるよ。え、こっちからも来れる。脇道がいっぱいあるよね。なんだこれ。北原竜宮ってのあれ。大杉竜王。何これ。とりあえず直進しますか。これちょっと迷ったら大変だな、これ。はい、ですね、今ちょっと林道をさめおってたらちょっと迷いました。ちょっとね、携帯も繋がらないんで、今ちょっとどうしようかなと思ってます。とりあえず今来た道を戻ってるんですけど、さっき途中にあった分岐を、右に行ってみます。さっきはこっちの方に直進できたんで、とりあえず今迷ったんで、その分岐まで戻ってますね。いやー、全然分かんないです、自分が今どこにいるのか。
怖いっすね、山の中は。どこだっけ、その分岐も見失った。あ、ここだ、これだ、これだ。これちょっと左行ってみたいと思います。行けるんかな、どこに行くんだろう。これもちょっとどこ行くか分かんないんで、とりあえずここまで戻ってくれば帰れると思うんで、ずっと下ってるな。とりあえずね、これ道がね、なんかずっと舗装されてるんで、それだけが救いですね。まだちょっと救いです。これダートの道だったら本当に怖いですね。あ、来た、戻ってきた。あ、来た。さあ、これちょっと元にも、ちょっと場所戻りたいと思います。こっち左行きたいと思いますね。あ、さっきの分岐ですね。これちょっと左行ってみようかな。ちょっとまた冒険、またここ持ってくればいいんで。よし、行くぞ。今度はどこに行くんかな。なんだ。こっちか、全然見えない。この辺はなんか不気味だな。でもこっちの道も舗装されてるんだよね。綺麗に舗装されてます。まあ、荒れてないのが救いだね、これやっぱり。おい、なんかあるよ。何これ、普通に人住んでるのか、これは。住んでないんじゃない、これ。これ何、これ集落。あ、ちょっと待って、これ以上入れないね、これ。ちょっと行ってみようか。うわ、これ行けるんか、これは。あら、ちょっとこれは先無理だな。ここなんだろう。ちょっとここ車止めさせてもらおうか。すいません、ちょっとこれちょっと先行け。ちょっと U ターン。いやー、なんだここは。はい、ですね、今林道を迷っていろいろ来たら、こういうなんか廃集落、廃村のようなところに出てきました。まあ、人の気配は何もないですね。せっかくなんで、ちょっと探索
させてもらいたいと思います。すごいな。ここ何だろう。これ小屋だよね。今にも崩れそうになってますね。お、中に機械が入ってます。見えるかな。なんかブンブン言ってる。わあ、農機具とか。お、蜂がいる。なんだろうここは。これ村かな。この奥なんかあるんかね。多分ここの場所も家が建てたんかな。ちょっとあっちの方に家あるんでちょっと見ていきましょうか。階段登っていきますか。おおおお、怖い怖い。神社だ。これ神社だよね。違うか。ちょっと上まで行ってみよう。もうボロボロじゃんこれ。よいしょ。わあ、すごい。ちゃんと残ってはいますね。すごい。わあ。これ移転とかはしなかったんかな。移転っていうんかな、移動。ちょっと下降ります。よいしょよいしょ。この地の家屋はもうボロボロだね。ここが正面かな。NHK のシールが貼ってある。じゃあテレビとかはちゃんと見れたんだね。ここでもいろんなものが散乱してる。これやかんだ、瓶。すごいな。水道だ。お、びっくりした。中見える。あー、中ももうボロボロだね。
わあ、すごい。これ木がもう倒れて屋根に当たっちゃってるの、これ。ちょっと怖いけど行ってみよう。よいしょ。すごい。これいつ崩れてきてもおかしくないね。あれ子供のなんか使うやつやな。子供の椅子だよね、あれ。おもちゃがある。あ、子供の赤ちゃんのあれだよね、ベッド。ゆりかごっていうんですか。すごいな。わあ。どこか登って。わあわ。こっちから見てもボロボロだね。でも結構でかい家だね、ここね。うわあ。あ、これはこっちはお寺かな。鐘があるね。失礼します。こっちはきちんと戸締まりがされてますし。わー、すごい。これなんだろう。この裏は何もないね。すごいな、ここ。ちょっと下の方行ってみますか。家の中に入るとかはしたくないんでね。どうやって行けるんだろう。こっちから行けるんかな。あ、こっちから行けそう。お、ここは、ここの家は比較的綺麗な家だね。ちゃんと戸締まりもしてあって潰れてはないですね。あ、ちょっとあの表札がかかってるんで、あんま上の方は映さないでおきますね。自分の身長じゃ見えないです、中が。あ、なんかある。これトイレだ。トイレだ。やっぱ昔の家だからトイレが離れにあるね。よいしょ。ちょっとこっから覗かせてください。あ、やっぱ子供のちっちゃい椅子があるって。子供がいたんだね。あれ、なんかお人形さん乗ってる。こっちは納屋か。なんかでっかい箱だね、あれ。すごいな。あ、この中機械が入ってる。
多分これ向かい側にも家が建てたっぽいですね。立派な石垣が組んであるんで。人がいなくなっちゃったんで、どこ行ったんだろうね、皆さん。お、これ車のステレオじゃないですか、これ。ちょっと上を登ってみよう。お、危ない。雪が残ってるんだ。これ何の跡だろう。よいしょ。お風呂かな。あ、お風呂っぽいな。でもあ、すごいな。もうここしかないよね。本当に小さな閉ざされた村っぽいですね。なんかまさかこんなところがあるとは思わなかったですけど。この奥なんだろう。よいしょ。え、あの向こう側なんだろう。よいしょ。あ、ここにもお椀がおってます。あ、なんかあのでっかい穴が開いてる。ここも家の跡ですね。あ、結構いい建てたんだね。上から見るとわかる。わ、ここもなんかの跡だよ。ほら、ちゃんと電柱来てる。電柱がある。ここもなんか立派な土台が組んでありますね。すごい。はい、というわけで、ちょっと林道をねさまよってましたら、山奥の秘境の廃村にたどり着きました。まさかこんなところがあるとは思ってませんでしたね。いやー、すごい。まあ、全然まだまだね、探索するところがあるということですね。はい、ということでですね、今日も、この辺で動画を終わりたいと思います。まあ、また次回のね、廃村林道探検やっていきたいと思いますので、次の動画のご視聴もよろしくお願いします。